エステア別荘の景観ティボリのエステア別荘は、イタリアのティボリにあるエステ家による別邸であり、2001年、ユネスコの世界遺産登録物件名。4.5ヘクタールという広大な敷地の庭園内には、オルガンの噴水、エフェソスのアルテミス、百噴水など使われているモチーフが、ギリシャ・ローマ時代の噴水500ほど、築かれている。 コーキルネッサンス期の代表的な庭園であり、イタリア一美しい噴水庭園として称えられ、現在に伝わっている。フランツリストのピアノ曲集、巡礼の年、第3年には、この庭園をモチーフに作曲された曲が3曲、収められており、中でも、エステソーの噴水は壮麗に吹き上げる噴水を表題とした曲として知られている。ティボリは、 ローマの東約30キロメートルにある丘陵にある町。穏やかな気候と豊かな森に囲まれ古代ローマ時代から上流階級の保養地であった。16世紀半ば、ランゴバルド人の血統のエステ家の数奇教一方リト二世、デステはローマ教皇の座をめぐる争いに敗れて1550年9月にティボリの隠徳生活を決めた。一方リト二世は、 ベネディクト会の修道院だった建物を住居として、その周囲に大規模な庭園を作らせた。設計はピーロリゴーリオで、彼は考古学にも造形のある人物であった。まず1563年から1565年に斜面を鳴らし、兄お川から地下水道を別荘内に引き込む工事を行った。1565年頃から本格的な建築物の 工事が始まったが、1572年に一方リトが死去した時点でも完成はまだ先のことであった。その後、一方リトの老いにあたるルイージデステにより別荘は引き継がれるが、彼の財力では別荘の維持が精一杯であった。1605年にアレッサンドロデステの所有となり、レイアウトの変更など大規模な改修が行われた。1641年以降は、 モデナの講釈化の元ので続けられた。18世紀に入ると、別荘邸宅は放棄され、荒れ放題となったが、1920年から1930年の間、修復運動が行われるようになった。しかし、1944年の爆撃で、さらなる破損を被った。高い位置に溜めた水をパイプに通すことで、水が10メートル以上吹き上がることに成功し、完成当時は、 噴水史上の革命と言われた。噴水そのものの石造りの部分は、フランスの噴水技術者、リュック・ルクレールと彼のオイク・ロード・ベナードによって1566年に建設が始まり、1571年に、この噴水はパイプオルガンの自動演奏装置の動力となった。この自動演奏装置の考案者は、ルクレール・ベナードであり、この機構は彼の死後に設置されたものである。 その仕組みとは、水を高所から螺旋状に落とすことで空気を巻き込んで落下させ、それを水槽の底に叩きつけた際に水と空気を分離し、その水流を自動オルガンの楽譜にあたるオルゴールシリンダーを回す動力とし、空気はオルガンの音を出すための空気として、オルガンの不意語に送るものである。この機構は非常に繊細で、メンテナンスや機構内部の清掃などの維持が難しく、 17世紀には、たびたび修復が行われたが18世紀には放置され、その後、長期にわたる建設当時の技術を忠実に再現した新しい部品を使った修復によって2003年に、ようやく再び音楽を奏でられるようになった。現在は午前10時30分から2時間おきに、1公演4分の演奏が公開されている。ユネスコ、2017年9月2日閲覧。 この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。